2011年5月31日、平穏湖における平フェスティバルにて、エリック・ジョン・アーネスト・ホブズ・ボームは、イギリスの歴史家、ポーランド系ユダヤ人を父に、エジプト・アレキサンドリアに生まれる。オーストリア及びドイツで幼年期を過ごし、1933年に、とえ、ケンブリッジ大学より博士号取得後、ロンドン大学、バークベック・カレッジで教鞭を取る。 革命の時代、資本の時代、帝国の時代という長い19世紀の三部作の後、1914年から1991年までを短い20世紀として、両極端の時代、短い20世紀、エイジ・オブ・エクストリームズ・ザ・ショート・トゥエンティース・センチュリーを表した。日本では、テレンス・レンジャーとの共著である、作られた伝統ザ・インベンション・オブ・トラディションが知られる。 2012年10月1日、病気のため、ロンドンのロイヤルフリー病院で死去、95歳を打つ、1968、W.Age of エク t r e a m s ありがとうございます。